コットキャラクターチーマくん登場です。登場。最初になんですけど、千葉県ね、台風15号の影響で停電の地域だったり倒木した地域があったりして、皆さんには本当にご心配をおかけしました。皆さんの声援だったりキャラクターのお友達のねダンスとかみんなが踊ってくれてるのを見て、千葉くんにも千葉県のお友達みんなもいっぱい力をもらってだいぶ復旧に近づいてます。ありがとうございます。千葉くん、こうしてまたこのステージに立ててすごい嬉しいんだよね。だからここからはいつも通り元気いっぱいで、まずは千葉くんの説明から入りたいと思います。千葉くんのこと知ってるよって人どのくらいいますか？たくさんいる。嬉しいね。ありがとうございます。千葉くんのことちょっと説明させていただきますね。千葉くんの一番の特徴は、横を向くとじゃん、千葉県の形をしています。シャッターチャンスです。ぜひ撮ってください。大丈夫ですか？さあ、そしてこの千葉くん、よく赤いワンちゃんって言われるんですよ。あ、千葉くん戻っていいよ、ごめんね。赤いワンちゃんだよねって、赤いワンワンと写真撮ろうってよく言われるんですけど、実は犬じゃないんです。尻尾もついてないし、不思議な生き物なんだよね。そうです、皆さん覚えていってください。そして千葉くんには今流れてる曲、それでダンスが出来上がったので、今日はそれを発表させていただきたいと思います。皆さんもよかったら手拍子とかで盛り上げていただけたら嬉しいです。それではミュージックスタート。千葉くんのステージ終わりにさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。千葉くんでした。大きな拍手お願いします。この後また千葉くんはね、グリーティングでその辺歩くかもしれませんのでねその辺で見つけてください。さあ、この後登場するのは会津三里町からやってきた会津次元ですよ。皆様ご注目いただきましょう。